どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。僕はまあ何を隠そう神社仏閣フェチなキャラなんですけど、今日はですね北野神社というところに来ています。中野にありますね。 JR 中野駅から徒歩5分のところにあるんですけども、こういうですねこんな感じですね、はい、住宅街の中にある神社なんですけど、というかその前にですねもう蚊がこう僕の血をチューチューと吸ってるんですけども、はい、命は大切にしたいんでこのままにしておきます。いやでもこの神社もなかなか面白いですよ。この家紋なんですかね。ちょっと全然知識なくて申し訳ないんですけど、この家紋なんでしょう。であとはここにですね、あ、いい絵になりますね。まだ吸ってますね。いいよ、いっぱい吸いな。でここにですねこれベイビーがここにいるんですよね。ベイビーかキッズかわからないですけど、建物は相当古いですね。いいと思います。はい、ということでですねまたやってきましたけども、さっきのですね神社に行ったといて、まあ何話そうかなと思ってもですね全くアイデアが出てこなかったので、もう移動してきちゃいました。今回もぶっちゃけミニマリストってどうなのよっていう方のためにですね、僕がミニマリストとしての体験だったりとか考えをシェアするっていうことなんですけど、僕はミニマリストはいいよって言いたい派なんですけど、その前にこう伝えておかなきゃいけないなと思うものがありましたんで、ちょっと今回それについてお話をします。で、何かっていうとですね、ミニマリストに潜んでいる危険性についてですね、背景がオシャンティな公園で、そういう危険性について話してもですね、あんま信憑性というか、なんかスッと入ってこないと思うんですけど、お聞きください。必要最低限のものを持つっていうのが、ミニマリストなんですけども、今、必要最低限なものを持つとどうなるかっていうとですね、このままでいいじゃんって思い始めるんですよ。大事なことなんですよ。大事なことなんです。今に満足をして、今に感謝をするってことはものすごい大事なことなので、必要なもの以外は断捨離していくことで、その、今に満足する、今に感謝できるっていう状況になる。比較的やっぱ早いです。そうなるには。はい。なので、いいっちゃいいんですけど、その後ですよね。僕の場合は、やりたいことが本当にやりたいことが見つかって、本当にやりたいことのために時間だったりお金だったりエネルギーだったりを避ける環境ができてきてるんですけど、そうじゃなくて断捨離をしたことによって、あ、このままで私生きていけるんだ、このままで全然満足なんだって思うとですね、上を目指さなくなっちゃう人がやっぱいるんですね。で、正直僕も初めはそうだった気がします。本当にプライベートに使ってるお金っていうのは毎月13万ちょっとなので、正直そのビジネス面でも20万円利益があれば全然 OK なんですよ。はい。なので例えば売上100万円の利益率 20% の20万、利益20万って言っても全然僕は生活できちゃうんですね。なんでもうそのままでいいじゃんって、正直それがあったんです。正直そういう時期があったんで、でもそのままだと何のために起業したのかわからないし、やっぱそのジレンマに陥っちゃったっていうか、そういうのがあったんです。で、仲間だったりとか先輩たちから たちにお前ちょっとモチベーション下がってね、大丈夫って言われた時に自分でハッとしましたね。満足志向が圧倒的に勝っていたので、なんかちょっとほんわかしてるっていうか平和ボケしちゃってたんですよ。で、そんな状態で先輩たちはガンガン成長して進化していってるわけなんで、その先輩たちから見て、おい、ちょっとよっちゃん大丈夫みたいな言われて、あ、忘れてたみたいなですね、目が覚めたみたいな、そういう感じで今、はい、やりたいことが見つかって、目指すべきところが見つかって、それに向けて、時間とお金と労力をもう全投資してるみたいな、そういう感じですね。はい。なので、ミニマリストをやるとミニマリストとして断捨離すると、その満足志向に陥ってしまうので、満足することは大事なんですけど、満足志向に陥ってしまうがために、その上を目指さなくなっちゃうっていう、本当にやりたいことを見つけるための断捨離なのに、断捨離をして本当にこうやりたいことが見つからずに今に満足してしまう。だから本当に貧乏のままずっと、いや、ミニマリストだから今で満足だもんとか言ってやっちゃう人がいるんですね。
はい、でも本当はそうじゃなくて、僕たちはもう地球を、人生を味わい尽くすっていう、もうそれが僕の目的、人生の目的だと思ってるんで、うん、お金はあればあればいいですし、うん、エミレーツ航空の200万円のファーストクラスにも乗ってみたいですし、世界5周ぐらいしたいですし、なのでそういうのを叶えるためにも必要なものは今何で、無駄なものを省いていきましょうっていう、まあ、そういう感じでですね、はい、ミニマリストを捉えていただければいいんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、もし、まあ、これからミニマリストをやろうとしている方はぜひそこら辺をですね気をつけていただいて、断捨離をして、でその後気持ちよすぎてその満足思考に陥ってないかっていうのをですねちょっと確認していただければなというふうに思います。ミニマリストにはそういう危険性がはらんでるんだなっていうのが、まあ、認識するだけでも全然違うと思うんで、はい、ということでですね、はい、今回動画をシェアさせていただきました。もしこの動画がですね参考になりました、1ミリでも面白かったですっていうのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをカチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。蚊に刺されがすげー。